番組なんですよ。そこにコーナーをあきこちゃん持ってたんですね。本当に頂いておりました。ねえ、はい、すみませんね、いろいろなこと。とんでもないです。変なことばっかり教えちゃってすみませんでした。いやいや、まあ、今日はでも、はい、お歌ですから、はいね、私が変なことを教えることもありませんので。プロだ。いやいやいや、あきこちゃんはよく歌は歌うんですか？歌はあのね、ちょっと機会があるんですよ、困ったことに、うん、あ、そう、うん、でもちなみにそうよく歌ってる歌とか、うん、私はあんまりそのあの狭く浅く、うん、なんでよく歌わないですね。え、狭く浅く、はい、こんなんじゃねえかっていう話もあるけど。ヘルミさんは箱とかは？私はね、何でも歌いますね、うん、基本的には。だって女の人の歌、あ、でもね、男の人も歌います。でもキーが合わないから、うん、あのね、ずっと昔よくね、あのグロリア歌ってたんだけどね、はい、キーが全然合わなくて、うん、なんかわけがわかんない、ただ叫んでるだけの歌になったりとか。でも今はほら、キーチェンジャーがあるから。そうそうね、ちゃんとね、うん、今は良くなりましたですよ、はい、だから今日は、うん、ね、たんまり歌って、うん、もうみんなでどんちゃん騒ぎして、したいですね、ねえ、二人で気持ちよくなりましょう。もう何も飲んでないのに気持ちよくなってる。はい、そうですね。それでは早速、はい、私から歌ってよろしいですか？はい、お願いします、はい、先生。それでは歌わせていただきます。はい、8月の風を両手で抱きしめたら、イマジネーション飛び立つのさまらへ、刹那は二人を乗せ、ハラハラ国境を今越えるよ。大切なイルミネーション、ざわわくくくと愛の恋に続く、ステレオタイプの毎日が空地域の以上。
新宿のビッグエコーからお伝えしました。